ドミンゴ・ヘルマン・ポランコは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2009年8月8日にアマチュアフリーエージェントで、フロリダ・マーリンズと契約して、プロ入り。2010年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・マーリンズで、プロデビュー。 18試合に登板して2勝3敗6セーブ、防御率3.69、43奪三振を記録した。2011年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグマーリンズでプレーし、8試合に登板して2勝1敗、防御率1.82、40奪三振を記録した。2012年はルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズでプレーし、13試合に、 登板して2勝0敗、防御率1.61、29奪三振を記録した。2013年から先発に転向。まずルーキー級、ガルフコーストリーグでプレイし、5試合に先発登板して3勝、0敗、防御率1.38、27奪三振を記録した。7月に A-9 バタビアマックドックスへ昇格。 A-9 バタビアでは8試合に先発登板して2勝3敗、防御率1.76、34奪三振を記録した。2014年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、25試合に先発登板して9勝3敗、防御率2.48、113奪三振を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームに 世界選抜として選出された。オフの11月20日にマーリンズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2014年12月19日に、デビッド・フェルプス、マーティン・プラドとのトレードで、ネイサン・ヨバルディ、ギャレット・ジョーンズと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。2015年は40人枠には入ったが、マイナーオプションで、A 級単派ヤンキースに配属され、 肘を痛めトミー・ジョン手術が必要になることが判明し、マイナー、メジャーともに登板がないまま9月1日に40人枠を開けるため60日間の故障者リスト入りした。オフの12月3日にノンテンダー FA となったが、11日にマイナー契約で再契約した。2016年は A 級チャールストンリバードックスと A 級タンパでプレイし、 二球団合計で10試合に先発登板して1勝3敗、防御率3.08、38奪三振を記録した。オフの11月4日に再びメジャー契約を結んで40人、枠入りした。2017年は、開幕を AA 級、トレントンサンダーで迎え、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースを経て6月11日に、メジャー初昇格を果たした。 同日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。2018年は4月7日にメジャーへ昇格し、ジョーダン・モンゴメリーの離脱に伴って先発ローテーションに入った。6月6日にメジャー初先発し、6回を無安打無失点と2支球、9奪三振の高騰を見せた。6月14日のタンパベイレーズ戦で先発して6回、3失点10奪三振でメジャー初勝利を挙げた。 しかし安定性がなく7月21日にマイナーへ降格、9月18日に最小を格した。最終的に21試合に登板し、脱三振率は10.72とポテンシャルを見せたものの、2勝6敗、防御率5.57と今一つだった。2019年は開幕から先発ローテーション入りして18勝を挙げたが、9月19日に DV の容疑で、 出場停止となる処分を受けた。2020年7月17日、自身のインスタグラムにて、僕は野球を離れます。皆さんありがとう。と、現役引退を示唆するようなコメントを投稿した。しかし、翌日には、同選手のインスタグラムで、野球は僕の命と引退しさを撤回し、謝罪の投稿をした。ありがとうございます。